はい。さっき届いたフランフランのバニティーポーチです。この中に、こっちにあったものを、ちょっと詰め替えて、こっちにパックをとかを、新しく入れたんで、ちょっと紹介したいと思います。まず、フランフランの、ああ、落ちちゃうんだ。 このリップブラシは、じゃあ、ここに、ここに刺しておくか。うん。大丈夫だよね。ここがアイシャドウで、ここがチークで、ここがカービューティ、あ、なんだっけこれ。 どうせちょっと。<laughs> えっと、ファンデーションとフェイスパウダー。で、ここにメイクブラシ。で、ここにはね、ここにも入るんですけどね、まだ何も入れてないです。特になんか入れるものが見当たらなかったから。 うーんあそうだ使ってるリップを入れよっかよいしょでこの中に化粧水乳液日焼け止めこうメディヒールのパックと一番下はシカパック ここがシミ、予防、美容液、アイクリーム化粧下地化粧下地化粧下地どうしようかなうん、まあいっかー こっちに入れたら化粧下地がついて汚れちゃったりしたら嫌だからなでここが使ってないリップに使ってるリップ使ってるリップここに入れるどうしよう あ、思い出したよこれビューラーだっけうーん入れましょうか入るかな分かんなくなるかこっちに入れといた方が使いやすいかまあいいやこれでですっきりすっきりしましたはい あ、これ、マジックテープでつくんですけどね。スッキリしましたね。はい。あ、ここ、綿棒とか入れたらいいかあ、ここのファスナーのとこに綿棒とか入れたらいいか。で、ここにウェットティッシュ入れたらいいか。 あとで入れときます。というわけで、フランフランのバニティポーチと今までのメイクコスメボックスの中身がちょっと変わったという動画でした。よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。 バイバーイあ閉まらない。